その起源は、古くは楽市楽座まで遡ることができる、商店街、寺院や宿場町などが集まる門前町や仲見世もその一種で、人の往来が多い場所など、集客を期待できる地域に店が集まり、自然発生的に栄えていった点が共通していました。20世紀前半に都市人口が増加するようになってからは、小売商が共存共栄できるよう、計画性を持って作られるようになり、現存する商店街の多くも人為的に生まれたものになります。さて、今回は都内で撮影された写真からで、日本人からするとおなじみといえる商店街の光景なのですが、多くの外国人にとっては異国情緒にあふれた特別な一枚であるようで、その通りの清潔さ、安全な雰囲気、きっちりと整備された様子に驚きの声が相次いで寄せられています。外国人の反応をまとめましたので、ご覧ください。